お聞きください。この大試合開始です。行くぞイタリア。ヘルナンデス、世界が相手でも俺たちは勝つ。みんなこちらのペースに引き込むんだ。そんなの知ったことか。俺は俺のやりたいようにやる。激しいタックル。タルデリ君、パスを出します。フランチェスコ、これだ。これをトラップ。しまった。あ、かわした。三崎君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。マリーヌ君、ボールの狙いも届かない。これは反応しているぞ。これがジノ・ヘルナンデス。ボールを抑え、これは、うわ、翼君、キック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。ヒューガ君、ここは勝負を避けた。ウラサ君、タックルを決めた。さあフランチェスコ君、パスを出す。よし、あね、チャージが決まった。ドリブルでボールを運ぶ。鋭く足を振り抜くシュート。これは反応せるぞ。見事なワンハンドキャッチ。ほら、かわして振り切った。そんな、ここでスルーパス。チャージが決まった。翼君、ここは勝負を避けた。回転をかけてシュートを放った。ヘルナンデス君、横に飛んだ。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。パントキック、どこまで運べるか。このボールをつなげられるか。全日本、まだ守備の体系が整っていません。もらったぞ。くそ、フェデリーコ君、パスを回す。チャージが決まった。敵陣へ攻め込みます。あ、かわした。みんな、ここは守りきるぞ。カテナキオの構えが入りました。イタリアは守備固めに入る。これがイタリアの戦術、カテナキオだ。それダイレクトでパス。あっという間に前半も15分が経過。さあここから流れをつかむのはどちらのチームか。何、チャンスが決まった。あとドリブルを見送る。パスを出します。ドリブルと見せかけてパス。あとドリブルを見送る。キュータ君、ボール奪取成功。ここはパスに切り替えた。フランチェスコ君、横にかわした。こいつだ。タルデリ君、飛んでかわした。ゾノフィーにかわしていく。ザコがまとわりつくんじゃねえ。技、そして力の融合。さあ、これを交換させてやる。このすごいシュートだ。若林君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。ルチアーノ君、ここだ。はっ、こいっぴい。確かにだ。これで日本、それドリブルと見せかけ。ザコはお呼びじゃねえんだよ。激しいタックル。てめえら、すごいんだよ。ルチアーノ君、お前らは俺の踏み台なんだよ。
技、そして力の誘導、これは独創的な。俺の本気を見やがれ。ワンフラッシュ君、このシュートが反応している。まさに必殺の一撃でゴールをゲット。やっ、ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。体ごとぶつかっていった。鋭く足を振り抜きシュート。ヘルナルドス君、このシュートに反応している。スマートに抑えた。ここはパスを出した。アシュレイ君、飛んでかわした。止められない。鮮やかなジャンプ。アルベリ君、シュートを放った。止めた。さすが若林君です。パントキック、どこまで運べるか。シュガさん、ワンタッチで送る。当然さ、なれ。ここは抜かせません。飛んでかわした。ドリブルと見せかけて、フランチェスコ君、タッチを決めた。かわして振り切った。ドリブルでボールを運ぶ。さあ、前半アディショナルタイム突入。終わったぞ。できればいい流れで前半を終えたいところ。豪快のシュート。あっ、これも取った。パントキックで大きく蹴り出した。コンティ君、やった。ボールを奪った。かわして振り切った。コンティ君、ゴール前に上げた。タルベリ君、信じるなんて、お前は本物のバカ野郎だぜ。いや、なんと様子が違う。ルチアーノ君をフォローする動きだ。イタリアが戦い方を変えてきた。みんな気をつけろ。マテオ君、いや、ボールを奪うことができません。それパントキック、どこまで運べるか。このパスをカットします。パスを出します。もう一度とぶつかっていった。マッティオ君、ここは勝負を避けた。マッティオ君、激しいタックル。よっしゃ、かわした。内野君、シュート。このようなドリブル。内野君、ここは抜かせません。よし、何、フェデリーコ君、シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。気合いをします。ミサキ君、タックルを決めた。ここはパスを出した。マリウム君、ここは抜かせません。ここでパスを。マテオ君、激しいタックル。イタリア、もらってて。まさに貫抜き。カテナチオの構えに入りました。マテオ君、ここからチャンスを作れるか。ヒューラ君、ここはパスに切り替えた。あと、ドリブルを見送る。ここから打ってきた。防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。ダイレクトでパス。パスを回す。ルチアーノ君、リフティングでかわした。
だ。パルデルク必殺のシュートでゴールを狙う。止めた。さすが若林くんです。パントキック、どこまで運べるか。おっと攻守交代だ。どうだ。何それ暗いな。これが俺のシュートだ。シュートを放った。若林くん、これはキャッチできない。これはゴールラインを割ります。イタリアコーナーキックを得ます。どちらが先に触れるか。パスを受けた。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスゲット。パスが決まった。もらった。トタがヒールリフトで抜いた。このパスは通らない。素早くつなぎます。ボールを奪った。全日本、ここは全力のプレーで勝利を取り組みに来た。このボールに取り付く。強い。ゴールが遠く感じます。打ち合うのにこれかのようなドリブル。モンティ君、ここはパスを出した。横に向かって突破。ドリブル君飛び越えた。止められない。松山君、ここは抜かせません。これは必殺のロングパスだ。パスを回す。フランチェスコ君、ボールを奪うことができません。これを見よう。翼君、ダイブシュート。強烈なスクローだ。マリーヌ君、このボールに立ちはだかる。行け。パスを出します。コンティ君、素早く横にかわす。これはノーボール抜きだ。ドリブルでボールを取る。ジトー君、激しいタックル。行け。ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。マテオ君、ここは抜かせません。チャンスが決まった。翼君、シュート。ヘルナンデス君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。翼さん、ベテングルのパス。おっと、ヒューガ君、大きく見ていてくれ。送ってこいよ。くらえ。これがレオタイガーショットだ。やった。ヒューガ君、翼、見つかったぜ。うん、俺は今まで、でもこれで。ヒューガ君、俺はなんという威力。右腕を鍛えて。行け。そうだよ。はっ。美咲君、ここは抜かせません。行くぞ。美咲君、パスを回す。フェデリーコ君、全日本敗北。健闘を見せるも流れを変えることはできませんでした。さあ、いよいよ始まり。決戦の火蓋が。行くぞ、イタリア。ここはパスに。世界が相手でも、俺たちは勝つ。みんな、こちらのペースに引き込むんだ。見事なワンハンドキャッチ。そんなの知ったことか。
俺は俺のやりたいようにやる。素早くつなぎます。カーコー君激しいタックル。ここはパスを出した。ミサキ君ここからチャンスを取れた。激しいタックル。鋭い回転をかけてゴールを狙う。このボールに飛びつく。スマートに襲えた。ボールを蹴り出した。翼くん素早くつなぎます。翼くんここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。翼くん激しいタックル。ドリブルと見せかけてパス。ここで止めた。鋭く足を振り抜くシュート。このボールに飛びつく。スマートに抑えた。ハントキックで大きく蹴り出した。素早くつなげる。フェデリーコ君激しいタックル。マサオ君タックルも決めた。ここはパスに切り替えた。横は抜かせません。もらったぞ。かわした。マサオ君ここで止めた。コンティ君ボールを奪うことができない。ウィニングショットだ。このカウントは不発に終わります。強い。ゴールが遠く感じます。アルベリ君左へパス。ドリブル突破。コンティ君センターラインを越えて攻め込む。ここだ。これはごぼう抜きだ。コンティ君そこだ。一発のシュートを放った。横飛びで抑えた。ハントキックで大きく蹴り出した。ユーシャンスタグ体ごとぶつかっていった。おっとフェイント。もらったぞ。もうヒールリフトだ。鋭い回転をかけてゴールを狙う。バサレロ君ボールを奪うことができません。見事なワンハンドキャッチ。ハントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。バサレロ君激しいタックル。ドリブルと見せかけてパス。翼くん得意のヒールリフトで抜いた。シュート。バラサデロくんここはパスを出した。バサくん激しいタックル。マリーヌくんここで止めた。バサくん激しいタックル。ドリブルと見せかけてパス。センターラインを越えて攻め込む。このボールに飛びつく。スマートに抑えた。この位置で攻守交代だ。あっとこの位置でパスカット。ミサキ君ここは抜かせません。ここはパスに切り替えた。フェデリーコ君ここは抜かせません。マサオ君激しいタックル。翼君素早くつなぎます。ここは抜かせません。成功。みんなここは守りきるぞ。カテナツの構えに入りました。イタリア守備固めに入る。これがイタリアの戦術カテナチオだ。サコがまとわりつくんじゃねえ。てめえらしつこいんだよ。マサオ君ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。どうだ。激しいタックル。マサオ君ここは抜かせません。ここはパスを出した。ここは抜かせません。鋭く足を振り抜くことでいった。マリーヌ君さあやっとんだ。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。いけそれ。クロスが決まった。いけタイガーセットだ。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。ルチアーノ君このボールを
俺の勝ちだ。ここは抜かせません。みんな、ナイスファイトだ。そうそう、あのヘル、あ、つば、の、も、す、す、も、た、げ、おい、な、つ、お、な、な、お、お、きたる、ルチアーノ、いったった、す、ル、な、もす、俺、み、お、ルチ、し、信じるなんて、お前は本物のバカ野郎だぜ。アツコイタリア、前半と様子が違う。ルチアノ君をフォローする動きだ。イタリアが戦い方を変えてきた。みんな気をつけろ。ルチアノ君、ここからチャンスを作れるか。行くぞ。三崎君、ボールダッシュ成功。翼君、おっと、ヒューガ君、奥来いよ。くらえ、これがネオタイガーショットだ。ヒューガ君、翼、見つかったぜ。ん、俺は今まで、でもこれで、ヒューガ君、俺はなんという威力、右腕を鍛えてき、俺は試合を預けてどう展開するか。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。バカはパスを出せ。鮮やかなジャンプ、マサ君、タックルに決めた。ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。回転をかけてシュートを放った。横っ飛びで鋭く反応、見事なワンハンドキャッチ。ハントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。チャンスが決まった。いくぞ翼君、ヒットシュートを放った。このボールに飛びつく。これはさすがのセービング。ダイレクトでパス、ドリブルと見せかけてパス、狙いすましてシュート、渾身のシュート。これは反応しているぞ。見事なワンハンドキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。グラドとぶつかっていった。いけ、ルチアノ君、バカな、笑うかのようなドリブル。マサオ君、ボールダッシュ成功。よし、ここでパスカット。バカな、翼くん、激しいタックル。くらえ、もうこのタイガーショット。これが
ジノ・ヘルナンデスのプレーだ。後半15分が経過しました。ここからラストスパートをかけてくるか。トリノ君、ここはパスを出した。はっ、ジノ君、あざ笑うかのようなドリブル。しまった、イタリア、まさに感激。カテナチオの構えに入りました。俺の邪魔はさせねえ。力の融合、さあこれは豪快させてやる。ものすごいキュートだ。これは反応しているぞ。ゴール層に突きかかった。ロングシュートを決めてきた。確かにだ。ルチアーノ君、ここはパスを出した。おっと、攻守交代だ。マジだ、決まった。ドリブルと見せかけてパス。ここはパスに切り替えた。トリノ君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。ドリブルと見せかけてパス。フランチェスコ君、ミサキ君、ここは抜かせません。このタックルは不発に終わります。ゴールを狙う、防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。このボールをつなげられるか。フェデリーコ君、ここは抜かせません。イタリア、まさに完璧。カテナチオの構えに入りました。ジト君、ここで止めた。敵陣へ攻め込みます。マリーヌ君、ここは抜かせません。マサオ君、ドリブルと見せかけてパス。フラサ君、ここは抜かせません。ゴールを狙う、防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。翼君、ワンタッチで送る。ここはパスを出した。フランセット君、横にかわして突破。よし、しまった。マサ君、激しいタックル。ミサキ君、まさに死闘。激しい戦いは両者引き分けという結果に終わりました。お聞きください。さあ試合開始。行くぞイタリア。ここはパスに切り替えた。世界が相手でも俺たちは勝つ。みんな、こちらのペースに引き込むんだ。そんなの知ったことか。俺は俺のやりたいようにやる。このボールに飛びつく、スマート。どう、それうわっ、翼。これい、
ハントキックで大きく蹴り出した。キューガ君、翼君、ワンタッチで送る。もらったぜ。体ごとぶつかっていった。翼君、ここは抜かせません。ここから打ってきた。なんと奪い返した。シュート。キーパーからのリスタートです。翼君、ワンタッチで送る。おっと、フェイント。ドールダッシュ成功。あら、ここはパスを出した。あとドリブルを見送る。シュートまで持ち込めるか。ここだ。回転をかけてシュートを放った。止めた。さすがパーフェクトキーパー。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。フェデリーコ君、激しいタックル。ジトー君、ここは抜かせません。得意のヒールリフトで抜いた。チャンスが決まった。いけ、サデロ君、パスを出します。かばして振り切った。コンティ君、敵陣を切り裂く。センターラインを越えて攻め込む。体ごとぶつかっていった。決まったぞ。フェデリーコ君、ここは抜かせません。みんな、ここは守りきるぞ。カテナチオの構えに入りました。イタリア、守備固めに入る。これがイタリアの戦術、カテナチオだ。パスを出した。ドリブルでボールを運ぶ。コンティ君、横にかわして突破。パスを出します。早くも前半3分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。体ごとぶつかっていった。雑魚にまとわりつくんじゃねえ。そして力の融合。さあ、これはドライブだけでやる。このすごい周知、しつこいんだよ。ルチアーノ君、やっ、こルこだだき、これでこタックル。それ。ミサキ君、ここはパスに切り替えた。フェデリーコ君、このスライディングが決まった。チャンスが決まった。翼君、ドライブシュートを放った。フェデリーコ君、横に飛んだ。これはさすがのセービング。パントキック、どこまで運べるか。マサオ君、ワンタッチで送る。ヨーヒング君、激しいタックル。クラハ君、ここは抜かせません。ヒカオニが攻め込みます。クラハ君、一発でシュートでゴールを狙う。あ、得意のワンハンドキャッチ。ワンタッチで送る。ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。さあ、チャージが決まった。それ。トルネイ君、ここはパスを出す。マサオ君、ここは抜かせません。翼君、ここは勝負を避けた。マサオ君、ここは抜かせません。ここでチャンスを潰します。それ、フェデリーコ君、右へ回します。よし、ダメだ。チャンスが決まった。見上げ君、素早く横にかわす。シュート。ヘルナンデス君、ゴールを守った。絶妙なインターセプト。パスを回す。ヒューガ君、激しいタックル。フェイントだ。ドラクルも決めた。イタリア、まさに貫抜き。カテナチオの構えに入りました。もらったぜ。そら、激しいタックル。バサデロ君、ボールを狙うも届かない。これは反応しているぞ。これがジノヘル。
ま、あ、た、い、だ、あ、あの、あ、ふつ、ま、う、す、す、た、す、き、おい、す、な、お、お、きた、ち、ルチ、い、た、す、な、も、お、み、お、信じるなんて、お前は本物のバカ野郎だぜ。センターラインを越えて攻め込む。あっとイタリア前半と4戦に入れる。ルチアーノ君をフォローする動きだ。イタリアが戦い方を変えてきた。みんな気をつけろ。あっとヒュッ、くらえ！これがレオタイガーショットだ！きっ、やった。ヒューガ君、ツバサ見つかったぜ。うん、俺は今まで、でもこれで、ヒューガ君、俺はなんという威力、右腕を鍛えて、行け、はっ、チャンスが決まった。ドリブルと見せかけてパス、なめるな、フェイントだ。翼くんシュートを放った。行け、なめるな。チャンスが決まった。ヒューガーもらった。何、敵陣へ攻め込みます。それ松山くん、ゴールダッシュ成功。ヒューガー、ここで止めた。このタックルは不発に終わります。お箱のヒールリフトだ。回転をかけてシュートを放った。横跳びで鋭く反応、スマートに抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。よし、俺の勝ちだ。よし、ここは勝負を避けた。フランチェスコ君、激しいタックル。フランチェスコ君、ここは勝負を避けた。フランチェスコ君、ボールを奪うことができません。ここだ。鋭い回転をかけてゴールを狙う。見事なワンハンドキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。ヒューガ君、ダイレクトでパス。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。空中での激突だ。ヒューガ君、この大一番を制する。スマートに抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。翼君、ダイレクトでパス。ドアラごとぶつかっていった。抜かせません。よし、得意のヒールリフトで抜いた。お箱のヒールリフトだ。カンボ君、センターラインを越えて攻め込む。マリーノ君、ここは抜かせません。カンボ君、ドリブルと見せかけてパス。翼君、ここはパスに切り替えた。マリーノ君、ここは抜かせません。長いパスが通った。カンボ君、飛んでかわした。ドリブルでボールを運ぶ。ルチアーノ君、ここは抜かせません。俺の前に立つんかね。テクニック、そして叩きつけるよ。さあ、後悔させてやる。ワンドラース君、ゴール正面でこのシュートを迎え、勝ち越しとなる貴重な1点を挙げた。ドリブルの雑魚はお呼びじゃねえんだよ。ルチアーノ君、素早く横にかわす。
ワンタッチで送る。ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート。持っていく。素早く横にかわす。ゴール前に上げた。スロベリー、ここから打ってきた。パントキック、どこまで運べるか。シューガーさん、ダイレクトでパス。このタックルは不発に生まれます。トリノ君、ボールダッシュ成功。イタリア、まさに感抜き。カテナチオの構えに入りました。ソーダ君、ここは抜かせません。翼君、お箱のヒールリフトだ。あとドリブルを見送る。イチャージが決まった。おっしゃー、からジャンプ。これはドボー抜きだ。パルデリ君、飛び越えた。必殺のショーダー放った。さあ、ボールと真っ向勝負。これが若林源三だ。パントキックで大きく蹴り出した。フェデリーコ君、ここで奪った。翼君、激しいタックル。また分で使っていった。チャンスが決まった。ドリブルと見せかけてパス。翼君、ここはパスに切り替えた。後半もすでに30秒が経過。ここからゴールは生まれるのか。マサオ君、ここは抜かせません。翼君、シュート。ヒューガ君、ここは抜かせません。マジーニ君、ここで止めた。パスを出します。ルチアーノ君、どうだ。わざ笑うかのようなドリ。全日本、力及ばず敗戦。懸命に戦いましたが、お聞きください。この試合開始です。行くぞイタリア。ここはパスに切り替えた。世界が相手でも俺たちは勝つ。みんな、こちらのペースに引き込むんだ。そんなの知ったことか。俺は俺のやりたいようにやる。ここは抜かせません。ヒューガ君、パスを回す。行け。ミサキ君、ここはパスを出した。ボールを奪った。うわー、体ごとぶつかっていった。いけ。ドリブルと見せかけてパス。鋭く足を振り抜くシュート。横っ飛びで鋭く反応。見事な。うわっ、つらっ。一年。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。翼君、ここは抜かせません。一発のシュートでゴール。ライブシュートだ。このボールに飛びつく。これはさすがのセービング。パスを受けた。行け。ヒューガ君、ここは抜かせません。翼君、センターラインを越えて攻め込む。回転をかけてシュートを放った。ヘルナンデス君、このシュートを正面から受け止める。正面でガッチリキャッチ。チャンスが決まった。あと4秒を送る。俺の必殺のシュートでゴールを狙う。横っ飛びで鋭く反応。得意のワンハンドキャッチ。
パントキックで大きく蹴り出した。マサオ君素早くつなぎます。あっこの位置でパスカット、回転をかけてシュートを放った。このボールに飛びつく。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。パントキックどこまで運べるか。ヘディングでのパス、ドリブルと見せかけてパス、待てよ。ボールを奪うことができません。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス、お箱のヒールリフトだ。鋭く足を組み込んでシュート。あとドリブルが見送る。見事なワンハンドキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん素早く渡ります。バサレロくんここで止めた。横にかわして突破。チャージが決まった。ミサキくんここは勝負を避けた。バサレロくんここは抜かせません。みんなここは守りきるぞ。カテナチオの構えが入りました。イタリア守備固めに入る。これがイタリアの戦術、カテナチオだ。チャージが決まった。バサレロくん素早く横に倒す。チャージが決まった。バサレロくんボールダッシュ成功。素早く横に倒す。激しいタックル、狙いすましてシュート。力をためて強烈にシュート。スマートに抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。おっと攻守交代だ。ヒューラ君激しいタックル、奪い返した。ボールがタッチを割りました。全日本ここでスローインを得ました。ヒューガ君ロングスローできた。フランシスコ君ボールダッシュ成功。マサオ君ここは勝負を避けた。フランシスコ君このパスをカットします。マサオ君ここで止めた。さあ前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。ヘルナンデス君ゴールを守った。パントキックどこまで運べるか。パスを受けた。チャージが決まった。翼君ゴールへのシュート。それは反応しているぞ。あ得意のワンハンドキャッチ。みんな前半こおあ、あのヘルあたおいおおきたち。ルチアいたな、も、お、み、お、ル、チ、チ。ジノ、俺を信じるなんて、お前は本物のバカ野郎だぜ。
イタリア。前半と様子が違う。ルチアーノ君をフォローする動きだ。イタリアが戦い方を変えてきた。みんな気をつけろ。タイガーショットだ。見事なワンハンドキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん素早くつなぎます。チャンスが決まった。パスを回す。ドリブルと見せかけてパス。翼くん ヒューガ、くらえ。これがレオタイガーショットだ。やった。ヒューガ君、翼見つかったぜ。俺は今まで、でもこれでヒューガ君、俺はなんという右腕を鍛え。パスを回す。絶妙なインターセプト。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。もらったぞ。フェデリーコ君、パスを出します。カズオ君、ここは抜かせません。タックルを決めた。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。立ち下がるぞ。フェルナンデス君、このシュートに反応している。見事なワンハンドキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。マハ君、高いボールに合わせ飛んだ。これが俺のネオタイガーショット。これは反応しているぞ。ファウルスピに突き刺さった。まさに必殺。俺は世界一のストライカーになるんだ。俺の勝ちだ。行け。ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。鋭い回転をしてゴールを狙う。あとドリブルを見送る。スマートに抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ。ブラシアーノ君、あざ笑うかのようなドリブル。長距離砲でゴールを射抜いた。ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。ミサキ君、ここはパスを出した。ドリブルでボールを運ぶ。フェデリーコ君、ここは繋がせません。ルチアーノ君、横にかわして突破。くらえ。タイガーショットだ。止めた。さすがパーフェクトキーパー。いけ。ダイレクトでパス。ここは抜かせません。イタリア、まさに貫禄。カテナチオの構えに入りました。フェデリーコ君、パスを回す。ヒューガ君、激しいタックル。ヒューガ君、パスを出します。フランチェスコ君、横をすり抜けた。もらった。そんな。マサキ君、ここで止めた。ここは勝負を避けた。翼君、これはパスに切り替えた。フランチェスコ君、激しいタックル。ボールダッシュ成功。石崎君、カズオ君、素早くつなぎます。ここから打ってきた。マリーヌ君、ここはクリアだ。松山君、こぼれ球をキープ。ドリブルと見せかけてパス。お箱のヒールリフトだ。狙いすましてシュートだ。フェルナンデス君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。パ
ントキックで大きく蹴り出した翼頭でつなぐ翼くんここはパスに入った激しいタックルボールを奪ったヒューガくん素早くつなぎますここでオフサイドの発生フリーキックからのリスタートマサレロくんパスできましたここは抜かせませんこのタックルは不発に終わりますこれを正面から抑えに行く正面でガッチリキャッチパントキックどこまで運べるかダイレクトでパス素早くつなぎます日向くんここは勝負を避けたボールダッシュ成功体ごとぶつかっていったここはカテルリフトだ三崎くんここから打ってきたパントキックで大きく蹴り出した全日本慌ててしこの接戦に決着僅差の試合をものにして見事勝利です言った